いやー、なんか VTR と違う、ウインカーがひたすぎて分かんなかった今。給油、初めての給油。よし、夏用グローブにしちゃったから暑い。よし、はじめにタッチ。タッチタッチ、あそこにタッチ。ドライブペイでね、これめちゃくちゃ楽。はい、あ、これレギュラーだよね、レギュラーだよな、レギュラーだよね、レギュラーだよな。給油、穴に入れて。入ってる、これ入ってるの。おお、なんか4リッター入ってるって言ってたな、お店の人は。こんぐらいにしとこう。よし、オッケー。オッケー。いや、暑い今日マジで。あ、すげえこれ下だな、ギアが。ブレーキが全然効かねえ。ウインカーの位置が下すぎる。クイックシフターオン。これハンドルのここって変えられ、向きこうやってくるってできんのかな。すげえウインカー下でやりにくいわ。いや最高だわ。あ、シートが VTR 乗ってたからシートがすげえ硬く感じる。最高。いやー、ちょっとこれから動詞に。行くのにどうやって行こう。246で行くかな。で、そう、クイックシフターなんだけど、なんか買った当初は2月に入荷するって言われてて、2月に入荷するって言われてて、で後でクイックシフターだけつける感じだったんだけど、なんか入荷しましたみたいな感じで。危ないね、すり抜けするとそうなるんだよ。でなんか今10月なんだけど、クイックシフター間に合ったみたいで、
クイックシフターをねすごい使ってみたくてさ、クイックシフターこれ QS オンになってるから使えると思うんだけど、これどこでクイックシフターのいやー最高だわ。そっか6速なんだ、これ6速ありますよ。 VTR の5速とは違う。あとこれギアもなんかすげえ下だな、あの足のところのカチャカチャやるの、ダウンするときにすげえつま先下にしないとできないのが、なんかもうちょっと上に来てほしいな。調整できるのかなこれ、どうなんだろうね。いやーなんかバイクがねすげえ軽く感じる、めちゃくちゃ最高だわ。ブレーキフルードもすげえ透明だし、まあ、トルクあるから全然なんか演出しそうになったけど大丈夫だったわ。でなんか奈良市なんだけど、なんかそんなに今のバイク精度いいから気にしないで、そんなぶん回さなければ大丈夫だよとは言ってましたね。で初回点検オイル1000キロ交換あるんですけど、あのレースやってる友達がもう先に2、300キロで交換しちゃっていいよって言ってたんで、最初結構出るみたいなんで、鉄粉ちょっと同士ツーリング行ったら結構走ると思うんで、すぐ交換しようかなとオイルは思ってます。まあ今日はね奈良市なんで、もともと今日スポーツの日で祝日だったんですけど、なんかオリンピックの関係で平日になってるっぽいんで、ちょっとさすがに納車日の祝日の動詞は人も多すぎてちょっと嫌だなと思ってたんだけど、平日でマジで良かった、本当に。いや良かった。で今使ってるバイク用のバッグなんだけど、あの奥多摩最速と呼ばれるあの先輩がいるんですけど、ロクダボ乗ってたからなんか譲り受けて使ってます。奈良市終わったら奥多摩も行きたいな。ちょっととりあえず246でずっと行って412から上がって同心に行こうかなと。なんでちょっと同心に、同士付近に着いたらまたちょっとカメラ回そうかなと思ってます。一旦ここでシャットアウト。はい、今ね同士手前セブン寄って、ちょっとねトイレして水分補給してツイッターやって休憩したんで、ちょっとね同士の道の駅まで今から行きたいと思います。うわー日陰入ると涼しいなマジで本当に。で今日さ10月11日なんだけど、あの28度ぐらいあるのかな、もうほぼ30度近くてすごい夏日なんだよね。RS 太一でさ、あのまあグローブもそうだけど、あとジャケットとパンツ買って、高いねジャケットとかも結構金使ったんだけど、でヘルメットもね新しいの、あの CBR カラーのやつって知ってるかな、みんな。ホンダと新井のコラボのやつで、 CBR カラーの RX7 のヘルメットのやつであるんだけど、ネットで安いとこで見ても7万ちょいぐらいなんだ。でちょっと高くて、今ねちょっとね車の
サーキットアタックシーズンが近づいてて、だいぶ出費がかさむんで、ちょっと7万ちょっと大きいね、金額が。車のヘルメットとかも、ま、新しいの買っちゃったから、もうちょっとだね、来年ぐらいだな、バイクいろいろやるのは。とりあえず純正で楽しもう。純正で全然楽しいもん。まだ鳴らし中でね、6000回転とかぐらいまでしかまだ回してないから、ちょっとパワー感はまだ楽しめてないんだけど、ケツが痛い。 VTR に比べてマジで CBR、 まあこういうバイクだから硬いんだろうけど。で、そう、そのね、 CBR のヘルメット欲しいんだけど、なんかカラーリングがさ、センダボとかさ、そっち系の色っぽいのよ。なんか2ダボでさ、250でさ、なんかにそんな CBR カラーのヘルメットかぶってんじゃねえよとか思われそうだよね。ちょっと大型ぐらい乗れよみたいなさ、マウント取られそう。いや、日陰はマジで涼しいわ、本当に。エンジンが結構熱くてさ、風がさ、すごい足にくんのよ。足開きたくなっちゃう。 VTR の時もそこそこちょっと熱持ってたけど、全然違うね、熱の持ち方が。やっぱパワーも結構出してるから、絞ってんのかね。このなんかブルルルっていう音、マフラーの音なんだかわかんないけど、これが気持ちいいね。なんか最高だわ。しかも前に車がね、たまたまずっといないっていう最高具合ね、これ。うわー、綺麗すげー。結構多分今ね、もうね、1時14分なんで、時間が。皆さん結構お帰りモードかな。向こうから来る人たちが結構多いから、皆さんお帰りモードですね。納車が11時だったんで、ちょっとねこんな時間にはなったんだけど。で、今日のルートとしては、動詞が終わったら、なんだ、山中湖抜けて富士、箱根の方行って熱海まで降りて、海沿いブーずっと走って横浜に帰ろうかなっていう感じで思ってます。だからね、結構ね、ハードっちゃハードなのよ今日、意外と。結構近い。ちょっとまあ日が暮れるぐらいまでにはね、近くまで行きたいな、家の。なんかブレーキがまだ初期の効きが悪いな。そういう味付けなのかな。そうなんですよ。で、車も11月からもうサーキットシーズンで入るから整備しなきゃいけないけど、明日もワクチン2回目で結構忙しくて、スケジュールがハードなんだよな。バイクもう乗ってる暇もあんまりないし、うちの会社休みが少ないんでね。今日でも本当平日でよかった、空いててよかった、マジで。祝日だったらマジ終わってたわ、本当に。まあ、ささっと通し寄ってちょっと
休憩して慣らし運転を終えたいと思います。ささっとで、ちょっと走ったらオイル交換して、まだ一回もやえっちゅうのに遭遇したことないな俺は。平日だしね今日。土日のウェイしてる人たちの方がなんかやえとかやってそうだよね。バイク界隈とか全然知らないから。この音聞こえてんのかな、マフラーの音。皆さんご帰宅ですね。やはり向こうから来るのが多い。前に車がいなくてマジで助かる。最高。あ、そうだ、クイックシフターまだ1回もやってないんだよね。クイックシフターのなんか使い方とかも別なんかよくわかんないし、調べてないから。アクセル入れたままギア上げれるってことでしょ。前あの恵比寿サーキットで R6 のクイックシフターついてたのに、クイックシフターとか使ったことないから存在を忘れててね、使わなかったっていう。さすがに重い。初八重いただいたぞーやほー。お、来た。ちょっとクイックシフターやってみよう。おー、なんかしっくりこないけどギア変わってる。これでも楽だね。速く走るっていうより楽だね。なんか速く走れるっていうのもあるんだけどさ、楽だね。もう一回やってみよう。おお、すげえ。やっぱシフトダウンがちょっと、あの踏むやつが、レバーみたいのが踏むやつが下すぎて踏み切れねえからダウン しにくい。できてない時がある。もう一回やろう。すげえ、クイックシフター。マジで車いねえな。車でさ、夜走りに来たりすんだけどさ、その時夜ですら前に車とかいたりすんのに、こんな昼間に前に車いないなんて最高なんだけど。
タイヤが新品だから怖い、滑りそうで。癖でクラッチやっちゃうね、やっぱり。うん、面白いクイックシフター難しすぎちゃうのね。そうそう、今56キロ走って、燃費が 31.6、 素晴らしい。30台に行くとは、素晴らしくない？めちゃくちゃ燃費いいよ。最高です。いや、気持ちいい、ミキティ気持ちいい。お、意外と前にバイク軍団いっぱいいるな。よし、童心に着いたぞ。よし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 。お、まあまあいるな。こうやってなんかバイクで来んのは初めて、2回目ぐらいかな。高校生の時に1回なんかスクーターで来たけど、それぐらいだね。ウィーン、ファンが回ってる。プリちゃん、プリちゃん。せっかくなんでソフトクリームを買いました。やばい、めちゃくちゃ溶けてる。やばい、美味しいね。てな感じで今回の、道中ドライブは以上です。この後のは撮りません。
で今後バイクの方も動画出していこうと思うんですけど、元ブログっていうよりかはちょっと、まあ、カスタムもそんなする予定ないんですけど、カスタムマフラー変えたりとか、あとはまあたまにはね元ブログ的なツーリングも動画撮れたらいいなと思ってます。はい、以上です。